はい、新作映画紹介シネマギークでございますけども、今回ご紹介しますのはシネマサンシャイン北島で、こうもう来ると思ってなかった。あ、はい、はい、劇場版マクロスデルタ絶対ライブでございます。はい、はい、マクロスシリーズ、もうね、マクロスも私見てる方でございまして、はい、ですよねですです、はい、はい、で、この映画はですね、短編が一緒くっついております。同時公開が劇場短編マクロスフロンティア時の迷宮というのがこうワンセットで上映されると。あ、なるほど。で、フロンティアは見てる、はい、シェリルとランカが一人の男を取り合う、どっちかに分かれるんですよね、みんなね、まあ、結構分かれてましたね、私はシェリル派、私もシェリルでございますけどね、はい、はい、で、フロンティアに関しては劇場版があって、はい、偽りの歌姫と、うん、さよならの翼ってなって、はい、で今回はそのさよならの翼のその後になります。うん、なるほど、はい、ってなってるんで、フロンティア好きだった人は見て損なし、はい、いうところです。で、マクロスデルタの方は、はい、テレビシリーズで2クール26話ぐらいの話なんですけども、ワルキューレという歌姫が5人揃うお話で、この5人揃ううちの最後に入ったこの故郷の国と、新統合宇宙、まあ、地球連邦軍みたいなものが、戦うと戦うんだけども、結局はこのもっと陰で悪いやつがおって、そいつらを共通の敵として倒して、まあとりあえず、あ、今までにいたことはあるけど、とりあえずこれから平和に行きましょうで終わったその後の話でございます。なのでテレビを見てた人からすると、あ、この後ね、劇場が一本あるんですけども、うん、そのからに完全に時間経理的にはなって、この作品できちんと完結します。デルタに関してはきちんと完結します、はい、フロンティアに関してはまだ含みも出せますそうなんですね、まあ、主人公のアルト君が行方不明なんで、うん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 、それをランカちゃんが、うん、まあ、感じてどうするのか、でシェリールさんは眠ったままなんですよ、うん、っていうところでアルトを探すきっかけのきっかけを求めるだけでも、さあどうなったかっていう話がこの短編でございますので、はい、どっちかが目的で行っても全部楽しむと。デルタが目的に行って、あ、フロンティア面白そうやなと思えるし、フロンティアの短編目的で行って、あ、デルタ綺麗に完結するやん、見てみようかなというふうになる映画でございます。なるほど、はい、でただ基本的にデルタの方が今回主軸です、はい、日本合わせて120分なんで、うん、デルタの方が基本ベース。で、まあ、このマクロスデルタの、まあ、見どころとしましてはですね、やっぱりね、まあ、やっぱりさすが見事、先ほど言いました、見事に完結するデルタさらに期待を持たせるフロンティアっていうのが一つ見どころでございます。もう一つはライブシーンの CG アニメの進化。ああ、なるほど、そりゃそうか、時を経て進化してますよね。そう、むちゃくちゃ CG がね、ぬめぬめと動くわけです褒めてんですよね。もう褒めても褒めても、はい、で、オープニングのね、デルタの方で言うとオープニングのライブシーンはフル完全 CG、うん、キャラクターが、うんうん、最近で言うとプリキュアとか全部そうなんですよ。ああ、わかります、わかります。あれがもっと綺麗になった感じなんですけども、うん、そこにウィンダミアの国というのが、まあ、いわゆる氷の国、まあ、いわゆる寒い国なんで、うん、5人のワルキューレがアイススケートするわけですこれがまたね、斬新というか綺麗で、あ、なるほどと言わんばかりの綺麗な美しさなんで、それぜひライブシーン見てほしい。で、もう一つはやっぱりね、マクロス好きな人はやっぱりね、バルキリー、いわゆるメカが好きな人が多いわけですよ、ね、うん、ハイスピードメカニカルアクション、はい、もうね、私これ見た瞬間にまたプラモデルを作る気まんまになっちゃいましたっていう刺激を受けちゃう、もうアニメーションでございました、はい、はい、ですので、あのキャラ好きの人もメカ好きの人も、うん、どっぷりハマれるのがやっぱりさすがマクロスかなと。女性受けもいいですよね、やっぱマクロスはね。そう、ね、今回ね、公開初日で、うん、まあ多分大きなお友達しかこんなだろうと思ったんです。あら、うん、公開初日のレイトショーですよ、はい、いわゆる大きな大人たちか、大人たちが大きなお友達かっこ男しか来ないだろうと思ったんですはい、4分の1、3分の1女性でした。うん、うん、やっぱなんかランカーを見に来たくって。あ、そうなんですね。
女性が、あ、シェリルかもしれないですけど、女性の声、話し声が聞こえ、まあ、あの予告のさらに前の状態で話し声が聞こえるんですけど、もらったのがランカの、あのこれあの、うんうん、今週と、あ、これ見るタイミングによるんですけども、はい、上映初週と2週目は3種類のポストカード1個もらえるんです、はい、で、初週でもらえるのがの3枚のうちの1つのランカだったんですけど、うん、まあ、ランカがもらえたラッキーみたいな会話が聞こえてくると、ああなるほど、あフロンティアの好きな人をが女性で来とんだと思って、うんうん、だからもう一人の方が、あ、フレイヤちゃんの方がとか、あ、これデルタの子なんだよっていうことで、女の子も結構マクロス見てはんねんやと、まあ、思いながら、うん、普通に楽しんだんですけど、まあまあ、だんだん会場は全体的に大きなお友達からこう男性が、まあ、ほぼほぼを占めてはいたんですけども、女性も見てるというと。わかります、わかります、わり、はい、かし、あの世界も綺麗なので入り込みやすいんですよね。なるほど、まあ、あと三角関係が女性、うん、ドラマティックで好きなのかなみたいな。そうですね、うん、あるかなですね、あれですね。で、あの物語はさっきも言いました、はい、テレビシリーズの完結の後、まあ劇場が1個あるんですけども、完結した後ですね、まあ、このウィンダミアの国と新統合政府の間で和平交渉が行われて、これからも仲良くしましょうという状態で、で、まあ、記念式典をすると、うん、で記念式典でワルキューレがライブをしますっていうところでオープニングライブが行われて、もうヌメヌメで動くわけですよ、はい、綺麗なもんだわと思うで、あのその頃ですね、宇宙のところでですね、この新統合政府とかデルタの中に出てくるキーワードでレディ M というのがあるんです。これあのメガロード1がレディ M がおる場所で、レディ M が誰なのか全くずっと謎のままなんですけども、うん、どうに弱しても林民名の M だろうという感じがするんですけど、うん、はい、まあ、そこら辺はまだ明らかにはなってないと、うんうん、で、この新統合軍とかでレディ M というのがいわゆるこの いろいろな意味合いでこの進化を妨げてると、進化を妨げてるせいで争いが起きるんだ、もしくはこの争いに決着がつかないんだっていう形の不満分子が武装蜂起をしてウィンダミアに攻めてくると、はい、でたまたまワルキューレのライブでそこにいたあのデルタ正体、まあ、テレビシリーズの主人公たちっていうのが迎撃するんだけども、敵の方がスキルがすごくって太刀打ちできんという状態になるんです、うん、そこへこう援軍がやってきてなんとか逃げると。でやってきた援軍っていうのが実は最初のマクロスで、主人公の一条光也と共に戦ったマクシミリアン、うん、マックスでございます、うん、が出てきて、はい、まあ、結構いい脅しになっとんだけども出てくる。だマックスは一応マクロス専務にも出てきます、はい、で今回デルタの おじいちゃん あのデルタの正体の、キャラクターの主要メンバーのうちの一人のおじいちゃんでもあるというところで血縁関係もあるということで、まあ、サービスカットで出てきたんかなと思った。年寄りの冷や水どころか今回主人公のデルタの4人のパイロット誰よりもうまい、はあ、すごいですね、さすが天才パイロットっていうところで、であの旧来のファンも新しいファンもうおーってなる展開になったんです。なるほど、もうなんだろう、まあ、マクロスも大方30年40年ですよ、そんなになるんですね、そんなになるんです、そうかから見てた私どもの、うん、この上の年中年世代からするとですね、マックスが現役でバリバリ戦闘で加わるっていうところで胸熱なわけなんですよ、うん、それぐらい旧来のファンと新規のファンを喜ばせる見事な演出にまとまっております、うん、なので一作目の敵だったゼントラーディの参謀役の人とか、はい、あと天使の絵の具とかパインケーキとか、あとプラスにも出てきたシャウンアップルみたいなキーワードも次々出てくるんです、うんうん、へー、だからもう旧来ファンが大喜びなんですよ。あ、それは嬉しいですね。で新規ファンからするとあ、そういう過去があったんだったら見てみようかなと思わせる、うんうんうん、展開になってるんで、あの過去の歴史でマクロスにをちょっとでもかじった人っていうのはどのマクロスをかじっとっても何らかのキーワードが引っかかってくるんで見ておいて損はないから。スターウォーズみたいですね、言えてみよう。なるほど、ね、ランド・カルリシアンとかの活躍はやっぱり遡ってみると面白いですし、もちろん昔知っている人にとっては最後最後にね出てくるのでウキウキしますし、はいはいはい、そうか、確かにそういうのはね見事に踊らされておりますね、十中にハマっている十中にハマっています。あの
幸いなことに今回、うん、マクロス関係のプラモデルは劇場限定販売がなかったんで、幸いなんですね。あの出費はほぼありませんでした。はい、あったら買っちゃいますね。あったら買ってただろうというところでございます、うん、ただあの何度も言います、マクロスデルタに関しては今回できっちり完結します。はい、フローテアに関しては、うん、これ絶対続編作る気だ、まんまんでしょっていう終わり方します、うん、ということで、あの1000億%川森章二監督が見るわけはないんですけども、この動画言います、監督期待しとんでね、3年でも5年でも待つけん、きちっとねあると期間させてください。確かにそうですよね。そうですよね。もうね、うん、川森章二監督もほぼ待っとるんで。いやもうでも続きないのかなって諦めかけてたので、うん、そのちょこっとあるんだったら見に行きたいなって思いますよ。いやもうね、シェリルなのかランカなのかとか意を奪えてないんですけど、あると返してくれと。そうですね、決めるはさておき、綺麗なハッピーエンド見せてほしいというところで、うん、そこに絵の足がかりはおそらく興行収益がそこそこいくと、うん、よしマクロスは金になるぞ作るかってなると思うんで、ぜひ皆さんマクロスをかじった人はご覧いただいて、興行収益をアップしていただいてですね、で、あのマクロスフロンティアの真のエンディングを映像化するのを期待しながら待ちたいと思いますので、期待したいですね。期待したいですね。ぜひ清水さんもご覧いただきたいと思いますので、はい、よかったらぜひ劇場で劇場版マクロスデルタ絶対ライブご覧くださいということで、よかったらチャンネル登録もお願いします。